中山香織です。この動画では笠松競馬場で開催されるクイーンカップの3連複フォーメーション走ということで、1列目に選んだのが6番のルクスブリランテです。 JRA から移籍後3連勝で勝ち上がってきており、着差も 0.4 秒差以上の着差としっかりと勝ち切ったレース内容を評価しました。あとは地方ダート初のマイル戦となる点は未知数ですが、これまでの着差からもまだまだ余裕がある動きを見せていた点からも距離延長も問題ないと判断して1列目に選びました。続いて2列目、3列目に選んだのが2番わらしべ長者、9番キスリング以上の場を選びました。最後3列目に選んだのが3番カルテメトロス、4番ネッサローズ、11番コールミーメイビー以上の3頭を追加した3連複フォーメーション7点で勝負したいと思います。